はい、皆さんこんにちは、エディション工事下村工事です。以前、フランス料理としてうまみを理解することはなかったんですけど、もう今はもう意識的にうまみを使うことによって網ずから最後のデザートまで美味しい料理を間違いなく作れるようになりました。今はですね、もううまみがない料理はもう僕のレストランにはもう存在しない状態になっています。はい、例えばこちらの牡蠣なんですけど、グルタミン酸を豊富に含んだ食材の代表格です。こちらを、イノシン酸を含んだお肉のコンソメと一緒に、合わせて調理します。ではグルタミン酸とイノシン酸をこうやって合わせていきます。ちょっとこうあったかいお肉のコンソメの中で、牡蠣をゆっくり加熱していきます。そうするとグルタミン酸とイノシン酸がこう合わさってですね、うまみが何倍にも広がって美味しいこうコンソメが仕上がります。例えば牡蠣のストック方法にも美味しさのポイントが僕はあると思ってまして、時折牡蠣は蓋を開けてしまうことがあるんですね。その時に牡蠣がこういうストックの方法だと、旨味が逃げてしまいますので、うちでは必ずこの深い方を下にして、冷蔵庫でストックします。そうすると、自身の美味しいこう旨味の中で牡蠣がストックできますから、お料理に最大限に旨味をこう使うことができるんですね。そういったこうポイントも大切なことだと思っています。はい、では最後に、フランス料理は油脂を中心として構成していく料理ではあるんですが、今の僕の料理は旨味を中心に構成した料理になっています。今僕の旨味っていうものはお客様を感動させる最大の武器となっています。